ゆきまるチャンネルです。今日はですね、ついに待ちに待ったコンロの清掃が来る日ですね。すごい汚い。実はね、パスタをやってからまだちょっと軽い掃除ぐらいしかしてなくて、もう見るにも汚い状態ですよ。この状態をお掃除してもらって、まあ、綺麗にしてね、ママさんがどういう反応するのか、まあ、多分お掃除中はママさんも仕事に行っちゃうんでね、行っちゃうでしょ、うん、だからその、ね、間に綺麗になって戻ってきた時に、まあ、すごいちょっとびっくりするんじゃないかって思っていますで、ママさん今寝起きでカメラを回しているので、もう頭も激しいボンバーすっぴん、ちょっとカメラに出られないということでね、今回は僕が、いつも万年すっぴんな僕がカメラに出ることになりました。綺麗ですよ。ということで今度ちょっと見てもらいましょう。いや、めっちゃ汚いんですけど、パスタをやった後に拭いてないこの汚いこの状況、これですよ、これ。うわ、汚ね。うわ、汚ね。そしてこのね、レンジフード、レンジフード、ガスフード、めっちゃ汚いよね。やばいな、これはな。ここまで放置するかって言われそうですが、うん、本当に汚いです、ね、で、これわざと拭いてないんじゃないかってぐらい飛び散ってますね、ここ明らかに飛び散ってるよね、うん、赤い斑点が、はい、まあ、オレンジが、まあ、そのこちらをね、綺麗にしてもらえるということで。え、りっちゃんはですかあれ別に今回はね、なんか案件とかじゃなくて、単純にね、いつもご依頼しているところとは別のところです。そうですね、ちょっとね、本当に汚いって。ママさんどうですか、綺麗になる感じ。いや、それは嬉しいですよ。料理しててもあんな汚いんじゃ、なんか毎日拭けよって話なんですけど。やっぱ期待する部分あります。そうでしょ。なんかコメント、うん、ちょっと見たんだけど、その方のお掃除の、うん、すごい高評価だよね。ああ、そう。え、見てないの。見てない。あの、今回ね、依頼した背景は、あの、よくある暮らしのマーケットさん、はい、で、一番その料金と全部含めてやってくれるっていうところからご依頼しました、うん、まあね、コメントも流し読みしたんだけど、まあまあ総合的に見てね、評価数の星何個とかあるじゃん、うん、あれプラスその評価してくれてるボスを見て決めたから、うん、あんまり中はね、ちゃんと見てないね。うん、あ、そうなんだ。うん、ほら、なんか母数が多いのに評価数が高いってことは、それだけ正確な評価がついてるってことじゃないですか。はいはい、っていう感じでしか見てない。なんかね、あの、周りもね、そうそうそう、綺麗にしてくれるっていう、うん、いうね、うん、で、今回はね、別にあの、撮影許可取りたいとか、なんかそういう感じ撮ってないから、うん、作業風景はちょっと見せずに、うん、あの、次に場面転換したら終わりましたって感じでちょっとやろうかなと。そうじゃない、だって、あの、洗い方も企業秘密があるんじゃない。そう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 、まあ、なんかいろいろあると思うけど、うん、まさかね、掃除してる横でゆきまるくんを待機させておくわけにもいかないでしょ、うん、特殊な薬剤を使うかもしれない。そうだね、洗剤とかね。そう、その薬剤がね、ゆきまるくんにかかるかもしれないということで、今回はその待機して、後日じゃないや、ママさんが帰ってきたら、うわー、すごい、こんなに綺麗にしてくれたの、パパさん、みたいな感じにしようかなと。別にパパさんが掃除したんじゃないあれ、そうかねえ、ぎーちゃん。そんな感じでね、じゃあ次は帰ってきた時の場面までタイムスリップですね。はいはい、ぎーちゃん、ただいま。ママさんがお帰りしました、うん、早速見ますか。あれは見てきていいですか。ガスコンロとレンジフード、めっちゃ綺麗になりましたよ。あ、白くなったね、輝いてる。ここから見てもよくわかる。めちゃくちゃ分解してね、うん、
お掃除してましたよ。すごい、やっぱプロだね。うん、ほら真っ黒だったもんね、うん、本当に汚いですね。で、これあ、すごい、いい、開けて、うん、わ、中もね、ちゃんと綺麗になってるし、あとね、ここが気になってたのね、うん、これも全部溶かして、ほら綺麗に、これはね、ほんとね、ただね、油が硬いって言ってたよ。あの、普通は薬剤ですぐ落ちるんだけど、うん、全然落ちないって言ってた。うちはオリーブオイルを使ってるからですかねって言ったら、あ、それもあるかもしれませんねって、あ、そう言ってありましたわ。そう、この辺も綺麗ね。あ、すごい光ってる。そう、そこもねやってくれてたよ。綺麗ですね。はい、どうですか、これなら映し放題。これを保たないとね、うん、保つためにはやっぱり定期的にお掃除した方がいいんじゃないですか。そうだね、料理してお掃除っていうのも大変だよね。うん、ね、レンジフード、レンジフード、お掃除してくれる人が別にいればね、うん、あれだけど、まあ、それか定期的に依頼するしかないね。これ珍しいもんね、この型。そうなの？よく見かけない？いや、古いと思うよ。あ、そうなの？うん、これだって今使ってる人あんまいないもんね。あ、なんか元ね平らですよね。そう、今時珍しい。いや、素晴らしい、よかったですね。これを2セットでおいくらぐらいなんですか？15,000円。え、安っ、2つで。そう、全部。すごい。でもね、やっぱり汚れがこびりついてるからね、うん、時間かかってて、予定は本当9時から12時だったけど、うん、1時くらいまでかかってた。あ、本当、汚れが落ちないですねって。大変だったね、じゃあね、うん、今日暑かったしね。いや、綺麗になったわ、うん、流しまで磨いてくれたんだ。そう、でこういうね、お仕事してくれると、あ、また次もそこでお願いしようかなってなるよね。そうね、だってほら、いっぱいあるじゃない、うん、もう選びたい放題じゃない、うん、だからいかにリピーターをね、そうだね、確保できるかですよね。そこは間違いない、評価数がやっぱりさ高いからね、うん、それだけリピートしてくれてる人もいるんでしょう。うん何やってんだ君は。まあ、あの大晦日前に、うん、一度早く来てもらいたいと思ってたんですけどね、うん、あの春になっちゃってだから、あのやる時期をね、もう決めといた方がいいかもね、大体。何すの、興奮してんだ。うん、ああ、よかった。でも、うん、すっごい気になってたから、これでね、もうお料理がもっと手元まで移せるようになったということで、頑張ります。いや、あの主婦の方はね、本当にね、やることがたくさんあって大変だと思います。あのこういう、なんていうのかな、代行、お掃除代行とか、あの使うと負担が減って良いかなと私は思っております。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。